花子が拾ってきた笹の葉っぱで船を作りましょう。花子できた。浮くかな。あ、浮いたよ。上手上手。お母さんのはちょっと破けちゃった。沈んじゃうね。失敗失敗。アリさんがいたら船に乗せてあげたいな。いないかな。いやいや、アリさんからしたら迷惑だから。もっといっぱい作って川に流しに行きたいな。じゃあたくさん作って明るいうちに川に行きましょうね。では花子、寝る時間ですよ。はい。お船の話が聞きたいな。船？いいわ。花子、こんなお話はどう？小舟。ある年の8月、1週間休暇を取って実家に帰省した時の話です。田舎にある僕の実家の周囲には親戚も住んでいます。父の弟である叔父が僕を買い物に誘いに来ました。ちょっと荷物持ちに一緒に来てくれない？いいよ。叔父さんと2人で出かけて買い物を済ませて家に帰る頃には夕方になっていました。走る車の窓を全開にし、感じる風は夏の終わりを感じさせました。やがて懐かしい河原が見えてきて、あ、この川。ああ、子供の頃はよく浅瀬で水遊びしてたもんな。寄ってみるか？最後に来たのは小学生の時だったな。うん、ちょっと寄り道したい。車を止めて川へ向かった僕たち。透明度の高い水に手をつけると、ひんやりとして気持ちがいい。昔と変わらないな。本当に綺麗な水だ。この川の水は名水百選にも選ばれたことがあるほどのいい水なんです。あ、あの岩まだ残ってる。おじさん、あの大きな岩、僕が自由研究の時に川の水位を測る目印にしてたやつなんだ。そりゃ思い出がある岩だな。どうだ、石切りでもやるか。童心に帰って石切りをして遊び、川の水で顔を洗い、夏の夕方、思い出の川で過ごすひとときに郷愁をかみしめていました。夕焼けだ。もう日が沈むな。誰か来るぞ。叔父の視線の先を見ると、確かに対面の岸に手を振る人影があります。空が紫に染まり始め、逆光のせいもありはっきりとは見えないのですが、どうやら人が二人僕たちに手を振ってくれているようです。おそらく小舟に乗っているのだろうと思いました。いいな、船遊びしてる。僕もボートでも買おうかな。さっきからずっと手を振ってるんだよな。俺の知り合いかなって思ってさ。誰だろうね。叔父も僕も手を振り返しました。そして完全に目視できる距離までその小舟が近づいてきた時です。その二人の正体に僕と叔父は息を呑みました。さっきまで手を振ってこちらに向かってきたその人影は二体の人形だったのです。はぁ、叔父と二人で悲鳴を上げながらも、一体どういうことなのかと、その人形から目を離さずにはいられませんでした。その人形は少年の人形と少女の人形で、和服を着ている少年はひな人形を大きくして立たせているような感じ。顔はもともとは真っ白だったのでしょう。長い年月にさらされたかのような汚れと、唇には剥がれかけた赤い紅が引いてありました。そして腰には刀。少女の人形は髪が長く、少年と同じく着物姿、手にはマリア道具箱のようなものを持っていたような気がします。明らかにこの少年と少女で対になっているというのが一目で見てわかりました。そして小舟だと思っていたのは長方形の平べったいお盆のようなものだったのです。僕は得体の知れない現象に震えながらも目を離すことができないまま立ち尽くしていると、叔父はこの不気味な人形たちのさらなる異常に気づいて言いました。川の流れ逆やぞ。これ人形たちはゆっくりゆっくりこちらに向かってきているのですが、どう見ても川の流れに逆らった動きをしていたのです。
それに気づいた僕たちは一目散に走り車に飛び乗って河原を後にしました。僕が恐る恐る窓から確認すると、さっきの人形は本来向かうべき水の流れに乗り、ゆっくりゆっくりと下流へ向かい遠ざかっていくようでした。幻とか夢じゃないよな、お前も見たよな、人形が手を振ってるの。うん、僕も見た、思い違いじゃないよ。おじさんとそう確認し合って帰宅しました。特に異変もなく夢に出てくるようなこともありませんが、それ以来僕は川には近づけなくなりました。はい、おしまい。一体何の人形だったのでしょう。人形は何かの願いを込めて作られることがよくありますし、特に人型は人間の霊が宿りやすい形をしているのでしょう。人形たちはそのまま川の流れに身を任せた最後だったのでしょうか。美しい水のパワーで浄化されるのかもしれませんね。おやすみ、花子。皆さんも良い悪夢を。